大会初の日本人初のメダリストとなりましたね。あーすごいじゃん、頑張った、本当頑張った。そしてトラックの女王、今回世界陸上では初のマラソンでの金メダリストです。いやこんなに最後の何ですかね、トラックのこんなに嬉しく走れたことないですね。よかった、トラックでなんか走れてよかったです。本当に笑顔が止まりませんでしたね。親もちょうど家族も来てたん で監督と初めて抱き合いました。3位だったメイザム選手の背中を追っている時というのはどういう気持ちだったんでしょうか。やっぱ後ろがちょっと前がいると元気になる感じで、初めてあこれが昔の私かと思って、元気になるな抜く時って言って初めて違う自分を見えました。この昔の自分を抜いた時の気持ちというのはなんかね、常に後ろにいる感じがしました。はい、ミルカさんが来た気がいいんだと、なんか本当息が聞こえててびっくりした。そしてこのインタビュー通りまで降りてきた小田哲さん、待ちきれなかったんですね。ごめんなさいね、どうしてもスタートも実はここから見てました。でもびっくりしたのはスタートの時にあの集団に紛れないで一歩下がってたでしょ。ホールで呼ばれたのは木崎だけだったよね。それでなんか時間がなくて行けみたいな感じだったから。そんな理由なの？そうそうそう、で私スタートだし苦手やから自分つけとか言って。ああ。ほんと本当やんな。そういうことで木崎と水木さんの時も前の方にいたんで、いやいや今回はちゃんと、はい、あ我慢してんだな、組み立ててんなと、いやいや絶対そんなことない、世界の運動会の感じだったよね、わーいってね。いや世界のマラソン大会って感じでした。どうですか、メダルですよね。え取れると、金メダル取られると思ったんですけど、金メダル、銅メダルでごめんなさい、いや、ねえ